ははいこんにちは今日はですねあのスウェンデンボルグをご紹介しますご存知の方も多いと思いますけども、まあ、スウェンデンボルグという人は17世紀のスウェーデンに生まれて、まあ、当時のカール12世ですね若きスウェーデンの王様なんですけどこの人のですね、まあ、アドバイザー的な人でしたで非常に高学歴でですねスウェンデンボルグはさまざまな分野に業績を残して まあ、さすがにちょっとしたヨーロッパの、えー、ダヴィンチ的な人で若、まあ、る12世からですね、えー、貴族に列せられたりあと鉱山ですねの開発を命じられて、まあ、当時戦争が多かったんでその資金ですねそういったものを採掘してくれないかっていうのを頼まれてましたで、まあ、後にあの最後国会議員なんかにもなって非常にさまざまな分野で活動して今あのその著作がですねあの大英博物館にきちっと保管されていて 当時のですね、この人の、えー、考え方をですね、発表した、非常にキリスト教的でなかったんで、えー、異端視されてましたが、まあ、今でいう仏教的な感覚ですね、仏教の次元構造とか、これ21世紀の今の我々から見るとですね、ちょうど面白いですレイカーツワイルのですね、えー、今語ってる未来予言ですね、あれをさらにあのその後この人がですね、語ってるようなちょうど形になりますので、 今日はそれをご紹介します。どうも。はい。ここはですね、えー、スエンデンボールがま霊界ですね。最初あの、精霊界っていってあの、死んだことがですね、まだ理解できないとか、えー、それを受け入れないような霊が行くところっていうところですね。アガスアで中友界っていうふうに出てきて、私もここ、アガスアでですね、こういう、 そういう場所がですねあるってことをですね、出てきて、非常にあの感銘を受けました。この場面はですね、まあ、死んだ若者ですね、若者が、僕は頭がおかしくなってしまったんじゃないかって言って、こう、悩んでるところですね。で、必要のない知識がですね、まあ、精霊界に行くと、どんどん消えていってしまうんで、それがどうしたんだろうって、この例は悩んでるんですよ、死んだばかりの。 で人間のその知識っていうのは物質的なこの世界では不純物だから消えていくんだよなんていうふうに言ってるんですけどこれなんかあの人工知能がですねこう発達して脳チップができてそれを埋め込むと必要のない人間の知識は削除して必要のある知識をこう頭に入れるとこういうところに非常に似てますねはいでまたこの例がですね 友達のことを思うとですね、その友達がですね、目の前に現れてびっくりしたと、まあ、これなんか、これから始まるですね、5G、さらにそれが終わると、6G の時代ですね、そこであの仮想映像がですね、自分の周りにこう現れて、自由に、さらにテレパシーなんか使って、自由にこうその人の顔が自分の目の前に来たりとか、そういう情景ですね、はい、それが霊界では普通ということですね。 それにこの俺はびっくりしてるんですけどもまあそれなんかねレーカー・ツワイルの,あのノーチップを使ったテレパシーまた仮想映像が現実化するとこの三次元世界でも普通に行われるっていうことですねはいはいここではですねまずあのスウェンデンボルグが霊界、えー、を見るとですねそこがあまりにもですね人間の物質世界と 変わっっっててないってことにびっくりしますね野原だとか野原だとか平原がこう広がっていたりしてでだんだんその奥に行くとですねまあここはさまざまなです、ねえー、好みのある霊同士が、えー、コミュニティに分かれて暮らしてる様子をこう表してるんですけどまあ死ぬと肉体がないんで例えば家生まれた国とか家柄とか、まあ、通ってる地域とかそういうものに 関係なく距離がないで、その、精神がですね、リンクする者同士がですね、集まって、えー、コミュニティを作って、それで本当にその人たちの好みの場所に、好みの建物に、好みのことをしながら生活してると。で、みんななんか似たような顔してると。着てる洋服も一緒だと。まあ、肉体がなくなれば、物理的な拘束がなくなるので、本当にそういうふうになるでしょうと。ですから、まあ、レーカー・ツワイルなんかが、 本当にしている通り、まあ、これから人工知能が発達して働かなくても国からベーシックインカム月に30万円ずつぐらい各自に給料が出るとそれぞれの趣味の合う者同士が集まってコミュニティを作って暮らすことになるんですがだん,だん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 3次元がこの通園でデンボルるという霊界にまさに近づいてきていますねこのリンクなんかにですねあの非常に敏感な人はですね早く気が付いてですね まあさこの人なんか参考にするとですねさらに霊界発ツアの先を行ビジョンが得られますのでおすすめですねはいはいここはですねえー、っと霊界のですね魂にはですね時間の観念がありません例えばあの太陽が西か東から西にこう行くわけでもないし夜と昼が来るわけでもないのでまあ時計もありませんしそういったですね 生活リズムもありませんで時間の観念がないんで空間的な観念もないので思った場所に、えー、瞬間的に、まあ、行けるっていうか思った場所にその人がなりますし、えー、時間が関係ないのでいつでもどこでもどこにでも何にでもなれますと、まあ、さて野菜んが言った魂は何にでもなれるしどこにでも行けるということですね。 あとその人にですねこの魂の状態になるときちっとした仏法ですね、喜恵心、仏に対する喜恵心がない人はこの世界ではですね非常に生きにくいと、非常に配達されてしまうと、あるいは、配達すると地獄に落ちてしまうっていうそういった考え方も入っているので、もう全くお釈迦様の言うあの五次元の世界がここにありますね。はい このスウェンデンボルグっていう人は、そんなに霊感は高くない人みたいで、ほとんどこの話の中に出てくるのはご次元のことですね。はい、あとあの、霊界の月、あるいは火星にいる、その火星人や月に住んでいる月人、あるいは別な惑星のこう異星人ですね、そういったものに関しても研究していて、これなんか21世紀の我々から見ると、最近特にですね、まあ、 ユーチューバーなんかがですね、地球はこう、レプタリアンだとか、プレアルズになんか、いろいろいるっていう、そういったものをこれ、先取りしてますね。はい。まあ、これ多分300年前のキリスト教社会では、非常に受け入れ難い考え方ですね。ですから、非常に立場的にきつかったと思いますね。まあ、現代の21世紀だと、これって本当に冷滑イルですね、思いっきり。あと、人工知能を作る世界ですね、これから発達していって。はい。 はい、ここはですねスウェンデンボルグがあの地獄に降りていくところなんですけども、えっと、天国と地獄っていうのはですね、えー、ちゃんと道が分かれていてあの死んだ後にに地獄に行く人は自分で歩いてこう階段のようなところに降りていって天国に行く人はちゃんと自分で歩いていってあの上の方に行くこういうところが非常にユニークですね、はい、こういうところなんか落とされるとかまあ 地獄に落ちるっていうわけではなくて自ら進んでいくっていうところなんか非常に合理的で仏教的ですねはい結局その人にとっては地獄っていうのは厳しい世界では非常に居心地がいいところなんで例えば三次元世界にも例えば日本なんかヤクザの暴力団組織とかあるいは暴走族とかあるいはこう前科者が集まるような街無法者の集まるような街なんていうのが 映画の中に来きますけどもそこにいる人たちは自らそういう人生を選んでその場所に行ってそういう組織の中に入って暴力的な生活あるいは嘘や欺瞞虚勢そういった中で行きますけどそれは落とされるわけじゃなくて自分で選んでいくわけですねはいですから地獄の人たちから見たらそれは地獄ではなくて自分に最も適した世界ですねまともな人から見るとそこは地獄っていうわけですねはい あとです、ね、やっぱ罪悪感ですね、まあ、人を災難んでしまったとか、貶としめてしまったとか、人間世界にいたとき、そういう罪悪感を浄化するです、ね、地獄ですね、それが自分が責められているこう、萩山地獄とか,なんかこう、う杉鉢地獄とか、いろいろありますけど、そういう地獄とです、ね、またいろんな地獄があると、このいろんな地獄があるというところが非常に仏教的ですね。キ、はい、キリリスストト教の,のキリストが 語った世界観をはるかにこれ超えちゃっててこれも本当に仏教的な人なんで、まあ、現代の日本人の方が受け入れやすい人だと思いますねはいはいこれはですねこのスウェンデン・ボルが最終的にまとめたですね、まあ、霊界の構造ですね、まあ、仏教は九次元構造なんですけど、まあ、この人が見てきた世界もやっぱり断層構造ですけど、まあ、この人は上からこう宇宙を眺めるだけのビジョンは ありまませんでしたけどやっっぱり、えー、階層構造になってますね非常に厳しいですから冷ラルる気がありますねレイカーツワールなんかもの言語言葉の中にはですね冷える気非常に厳しい冷ラルる気が込められているっていうのをこう論破している人ですけども言葉の中に冷ラルる気がありますねはいでこの本の中で面白いのは、えー、6次元の上層階まで悪霊がこう上ってくるんですけど要するに まあ仏教でいう欲界ですね34566次元の神様たちっていうのは、まあ、大黒天とかあるいは毘沙門天とかあるいは弁財天とかいわゆるお金とか健康とかあるいは商売の成功とかそういう人間の生活に根ざした神様ですね6次元の神様ははいで、まあ、霊界っていうのもですねその物質世界をベースにできている世界なので そこを治めている神様というのは、そういったレベルの神様たちですね。はい。ですから、人間の世界と5次元なんか変わりません。まあ、6次元に行くと、ちょっとですね、まあ、光的な要素が入ってきますね。はい。で、まあ、菩薩ですね、仏国土というのは、このさらに上の、この洋深いからはもう見えない世界ですね、光としてしか。そこにまあ仏国土が無限にあって、そこに如来と菩薩がいて、で、菩薩は3次元に降りてくると、 もう最高次元の如来が残した、えー、宇宙の始まりとこの真空の世界の構造ですねこれを学んでそれを繰り返して自分も如来になってビッグバンを起こして新しい三線世界を作るとですからこの、えー、宇宙創造を学ぶのが上の、えー、仏国度の菩薩たちそして下の横階456次元っていうのは、まあ、人間世界の赤をですね えー、中を天正林廻で回りながらもまあ三次元で如来にやって下脱させてもらってそして早く上に行きなさいっていう仏国となって菩薩になりなさいっていうそういう世界ですねスウェンデンボルグのこの書いた宇宙の構造にもその性質が思いっきり出てますねもう思いっきりこの仏教観の人ですねこの人は、はいまあ、今日はここまでにしますけどもスウェンデンボルグですね コミックで割とわかりやすいものがあったのでご紹介しましたけど、どうだったでしょう。曲表明のある方は、えぇ、ー、アマゾンなんかで問い合わせて読んでみると面白いかもしれません。この人はですね、当時ですね、ですからハイクラスの人で、インテリジェンスの高い人でしたね。で、国家的なレベルで活動してましたし、議員にもなってますので、怪しい人ではないですね。はい。逆に影響力が社会に、えー、出すぎることをですね、当時の教会の人たちが警戒していて、 それでこう、むしろ、そういう悪い評現を意図的に悪意的に立てられてますね。はい。まあ、私の動画なんか聞いてる人だと、この人すごく理解しやすいと思いますよ。もう一回仏教的な人なんで、まあ、九次元平行宇宙で、この世界はなぜ生まれたのか、こういう視点からこの本を読んでみると、まあ、一つの参考になりますね。はい